私は馬を飼ってその名前は佐藤玉王にします。果たして佐藤玉王は1000万円のファンファーレを鳴らすことができるのか。今日は1月の2日でございます、はい、特別な日だそうでございますね。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。ハッピーバースデー、おめでとうございます。予選の成績かなりできましたよ。でしょう、はい、自信あるでしょう。見事に25位でした。でもまあ大変なもんですよ、はい、では行きますよ、はい、クイズミリオネア。ゲートが開いて佐藤玉王の挑戦が始まる。正月飾りとして門の前に立てるものはどれ。市松、門松、赤松、若松。いいですか、はい、B 門松。 B 門松、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー B 門松。正解。あ、いや、いいですね、問題の感じが。いいじゃないですかね。第2問、次のうち柑橘類の果物はどれ。バナナ、リンゴ、みかん、いちご。 C みかん。正解。うん、いいいいね、本当だ。ドロップアウトせ、ドロップアウトせ。今持って帰れ、2万。いい。3万円。あ、すごい。次のうち英語で書いたとき Q で始まる単語はどれ。クリスタル、キューピッ、クイズ、クラブ。 C クイズ。正解。あー、そうなんですか、これまた本だ。あっという間に5万円。あー、すごい、嬉しい。次のうち年男と呼ばれる人の年齢はどれ。わかんない。24歳、25歳、26歳、27歳。わかんない。玉尾ちゃんにはライフラインが3つもありますから、はい、もうライフライン。早くないですかね。ライフライン。ライフライン、どれにしますか。オーディエンス。オーディエンス、いいですね。では ABCD4 つのボタン、よろしいですか。どうぞ。やっぱり、A の24歳が 85% と出てますが、お答えは。はい、 A24 歳。見事。当てたんだ。さあ、10万円。ビッグベンの鐘が鳴ることで有名なヨーロッパの都市はどこ。ビッグベン。アムステルダ、ロンドン、ベルリン、ローン。ちなみにビッグベンというのはこれどういう意味ですか。大きなベン。ああ、お正月ですね。ちなみにどこだと思うんですか。アムステルダム。アムステルダムっぽいよね、でもね。ライフライン使おうかな。どっちの曲。ライフライン。ライフライン、はい、はい、どれ使いましょう。テレフォン。テレフォン、はい、もしもし。もしもし、こんばんは。こんばんは、おめでとうございます。いや、玉尾ちゃんがね、はい、今5万円獲得して10万円に挑戦です。結構悩んでますか。悩んでます。で、これから問題を読みます。はい、答えを4つ言います。はい、30秒以内に教えてあげてください。わかりました、どうぞ。はい、ビッグベンの鐘が鳴ることで有名なヨーロッパの都市はどこ。 A アムステルダム。ビッグベンの鐘が鳴ることで有名なヨーロッパの都市はどこ。 A アムステルダム。 A アムステルダム。 B ロンドン。 C ベルリン。 D ローマ。ローマ、はい、ロンドン。
え？ロンドン。ロンドン？2番ロンドン。ロンドン？ロンドン。そうなんだ。そうだよ。ありがとう。リロンドン。やめしてたよ。アムステルダムだと思ってたんですけど、ロンドンって答えを書いてきましたね。ねえ、まあ、決めるのはあなたですよ。はい、 B ロンドン。ファイナルアンサー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 。あー、どうしよう。10万円です。もうこれで10万円はあなたのものですから。あ、よかった。道場さんどうですか。もうこれで10万円ですよ。いやいや楽だね、金儲け。篠原くんどう？今のところ優しすぎる問題。あ、篠原。うん。篠原ね、分かりましたよ、いろいろ。ビッグベンも知ってました。あら。本当？アムステルジャムじゃないのよ。何？ちょっと何？何？アムステルジャム。何知ってたもんだって。大丈夫だね。こっからが勝負ですから。こっからなんですか、勝負。はい、次いくらになってますか、モニターは。15。では、いきます。1から10までの数字を全て足すといくつ。 A45 B50 C55 D60。いくつになりました。59。59。59ないじゃないですか、答えに。できれば ABCD の中から選んでください。1たす1は2。1たす1は2って違う。1から10のこと。普通は1たす2ですから。一回楽屋帰ってていいですかね。明日改めて集まりませんか。もうちょっと待ちましょうよ。もうちょっと待ちましょう。大事なところ。そうですね。落ち着くんですよ。目標は1000万なんですから。はい。C55。C55。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。あ、言っちゃった。15万円きました。次はいくらですか。25万円。25万円です。柄杓の形をした北斗七星がある星座はどれ。カシオペア座、オーグマ座、オリオン座。違うね。サソリ座。カシオペアってなんだっけ。私わかんない。そう、本当。ライフライン。はい。では50/50を使いますか。はい。ちなみに予想ではどれだと思いますか。D のサソリ座か A のカシオペア座。では50/50どうぞ。お？大熊座？大熊？大熊？A カシオペア座。 A カシオペア座。ファイナルアンサー。いやー、この音楽。ファイナルアンサー。残念。もう皆さん知ってたの。大熊だよ。では10万円
曲ですからね。ありがとうございます。大熊ってさ、どんな形を熊の形なんでしょ。